こんにちは、金黒です。今回はパイロットのボールペン、タイムラインパストを買っちゃった、そんなお話です。私は仕事柄お客様にサインを書いてもらったり、自分もちょっとこうデザインやメモ取るのにいいボールペン使いたいなというのがあって、ちょっとボールペンにはこだわっています。そこで今回買い足したのがこのパイロットのタイムラインのパストという機種です。こちらの方を買ってみましたので、早速開封してみましょう。この先端についているタグもちょっと取っちゃいますね。このボールペンの最大の特徴はこちらのようにペン先が出ていないのが特徴です。くるっと回すとクロム部分が出て、もう一回回すとペン先が出る、ダブルアクション繰り出し式になっています。ですので使わないときはくるっくるっと回して携帯するような、そんなボールペンになっています。こうしまうとすごいデザイン性がいいし、この握った時のこのバランスがいいんですよね。太さもちょうどいい太さで、細すぎず太すぎずみたいな、私の手にはちょうどしっくりくるところがこのボールペンの大好きなところです。このボールペンの軸鞘なんですけど、この握るところが木製でできてて、こちらの部分がアルミニウムにアルマイト処理されたものになっています。すごい高級感があっていいんじゃないかなというふうに思います。実は私このパイロットのタイムラインパストは2本目で、この胸に刺してるこちら色違いのものを持っています。こちらの方がダークブラウン色で、こちらの方がディープレッド色になっています。このこちらの部分によく見るとタイムラインって書いてあるんですけど、これ実際肉眼で見てもほとんどわからないぐらいにタイムラインっていうロゴが入っています。デザイン性や質感、すごいこのボールペン気に入っています。書くときもこの持ったときのバランスとか太さが抜群で、手に持って書くときなんかでも軸がぶれずに書きやすくて、あとインクもすごい滑らかなんですね。すごい書き味いいです。このパイロットのボールペンタイムラインパストはテレビ番組マツコの知らない世界の高級ボールペンの世界でも紹介されて、その後ちょっとインターネットでも品薄になってるみたいな、そんな人気のあるボールペンです。今回はパイロットのボールペンタイムラインパストのご紹介でした。これからも気に入った商品ご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。